はい、おめでとう。俺本日6月26日は俺桂小太郎の誕生日だ。よって今日は桂強化月間最終週として、なんと30分まるまる桂玉を放送しようと思う。じゃあ早速みんなも気になっているだろうから、先週の答え合わせから。